なんで、ため息なんかついて。競技大会サッカーやったけどさ、全然活躍できなかった。そんな日もあるかい。好きな女の子を見てるアピールするチャンスだった。そっか、今日はひろちゃんにはスポットライトが当たらんかったか。まあでもそんな日もあるたい。毎回毎回毎日毎日活躍なんかしきらん。毎日スポットライトだって当たらんよ。でもね、毎日一生懸命頑張っとるけん、たまーにスポットライトが当たってくれるとよ、ひろちゃん。でもね、毎日ひろちゃんにスポットライトも当てよる人がおるよ。誰かわかる？太陽たい、お天道様はね、毎日ひろちゃんにスポットライト当てよってよ。ラケントがん時でも一生懸命頑張らな。今日はたまたまスポットライトが当たらんかっただけたい。でもひろちゃんにはもう一人おるよ。毎日ひろちゃんに輝いてほしいって一生懸命スポットライトを当てよる人が。お母さんたい、お母さんも毎日ひろちゃんが活躍できるようにね、早起きして朝ごはん作ったり洗濯したり、ひろちゃんが一生懸命活躍できるように日々照らしてますよ。今日活躍できんかったけんって落ち込むな。また明日からも毎日一生懸命頑張るのよ。そしたらいつかまた好きな人の前で活躍できる日が来るたいね。まあでもひろちゃんよかったた、サッカーで活躍せんで。うん、あんたまだ野球でも活躍したことないんだけん。ねえ、まだレギュラーの中の補欠だろ、あんた。そんな言う？まだ、たまにはお母さんに野球で活躍したところは見せて。なんかテンション下がんな。チャンネル登録よろしくねー。